よっしゃ、行きましょう。続きでございます。はい、とりあえずね、アースの祠、もう一回行きましょう。はい、ギミックに関しては、まあなんとなく、まあおそらくこれでいけるんじゃないかと、はい、いうことでですね、ちょっとね、ちょっと緊張してますけどね、これでダメだったら、まあどうしようかなというところでありますけども、まあでもおそらくこれでいけるでしょう。はい、ちょっとこの細かいこの操作がちょっとね、なかなか大変ですけども、オッケーオッケーオッケー、外を見てた、行きましょう。敵強いからな、なんか適当に攻撃散らしてるけどダメかな。シーサーペント、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。いいね、猿強いな。また攻撃散らしていくか。ボス戦とかあるかな、どうかな。まあありそうな気がする。桃太郎がね、どのタイミングで出てくるかってとこだよね。金太郎出てきたしな、どのタイミングで出てくるか。どうしようかな。二人で一体を落とせるか。はい、はい、オッケー、いいね。まあ言ってもね、あれだからね、ボス戦になってもさ、結局倒せなかったら、じゃあレベル上げって感じになるかなとは思うけど、あんまりなんかボス戦もさ、こうデバフが入るような感じ、まあ、しないっすよね。なんかデバフ効かないような感じがするんで、まあゆくゆくはなんかこっちがなんかその攻撃力アップとか、ドラクエでいうバイキルト的な感じのさ、そういう、ま、あ、間違えた間違えた間違えた、一点集中しちゃったわ。バフを習得したらボス戦で、まあバフ使って行こうかなと思うけど、なんかボスには基本的にはデバフ効かなさそうだよね、この作品、プレイしてる感じだとね。はい、ナイス、よし。いや、早く10名戻りてえな、ほんとにもう。もうそろそろちょっと、あれだよね。なんか飽きてきたわけじゃないけど、この、ね、打倒桃太郎編がさ、ちょっと早くもう本編戻りたいわ。よし、行こう。でもって、ここで、まあ、ピアノを弾けってことだと思うんだよな。五平持ちちょっと使うか。いつまでいきなりボス戦になるかわかんないしね、これ。とりあえず、一通り五平持ち使います。一個ずつ。それだけでもまたちょっと違ってくると思うんだけど。サルボスね。あ、サルボス持ってなかった。持ってなかった。よし、ちょっとこれで一回ピアノを弾いてみるっていう感じですけど、うまくいくかどうか。ね、左からドレミファソラシドなんですよ、これ多分ね。で、チューリップを弾く、チューリップ、まずいきます、これかな、ドレミでしょ、ドレミソミレドレミレイだよね待って、ドレミドレミでしょ、ソソ
み、レ、ド、レ、ミ、レ。おい、いった。オッケー、オッケー。これどうしたらいいの？どうしたらいいの？いやー、これさ、ピアノなんかあの経験ある人だったらさ、すぐだと思うんだけど、この謎解き、あの僕全くちょっとね、音楽に関してはね、ど素人もど素人ですから、なかなかね、ちょっとね大変ですこれ。出ちゃっていいのかな、それともこれ、どうしよう。1個だけなんかギミック置いてあるけど、あれ叩いていいのかな。叩いたら戻っちゃうかな。よーし、最後、じゃあちょっとこっち行ってみての。うわー、来たー、来たんでねーすか。これはラストダンジョン、いいんでねーの、桃太郎編、打倒桃太郎編、ラストダンジョン、いいね、行こう。またわあ、行き止まりだ。演歌がひどいんだろうなって感じしますけど、出た出た、レッドドッグ。でもさ、レッドドッグは今に始まった感じではなくないですか。前も出てたよね。当たらない、2者連続三振だこれ。もう、あー、倒しきれねえか。はい、うわー、大丈夫か。火だめはそうでもないんだけど、白が結構食らっちゃうな。白がね結構食らっちゃう。これさ、うわー、出た、青吉さ、先に行くか。これってさ、お金は引き継ぐのかな、10米編に。いや、引き継がない予感がするけどな。だったら無理して戦ってお金ね、貯めてもあんまり意味がないっていう気がしますけどね。どんなもんかな。いや、まあでも経験値は裏切らないからな、と思うんですよ。経験値は裏切らないとは思うんです。まあ、この中のこの4体の中のどれかが仲間になるかとかなんかあると思うんですけど、多分白、まあこれあれだよね、鬼タンがなんかリーダーっぽい感じの雰囲気だけどさ、元々の話は白の話だから、多分白が仲間なんのかな。どうなんだろう、白がなんだっけ、名誉挽回を図る物語でしたよね、確かね。あ、間違った。このさ、このお話は確かね。よし、50回復。もう一回使いたいな。もう一回使いたいわ。よし。よし、行こう。奥深いんだろうかな、結構。わぁ、またこのパターンだよな。一点集中で行こう。どうせ2ターンかかるんだから。まあ、逃げながら行ってもいいとは思うんだけど。このエンカウントでさ、ね、ボスまでたどり着くってなると、結構、もう、回復アイテムとか枯渇すると思うんですよ。だから、万全の状態でボスと戦うってなれば、まあ、おそらくは、逃げる。おっと、ピーチボーイズ。いいね。いいね、反町隆史と竹野内豊。いいね、よし、いいね。桃太郎ゾンビのなんか射程なんかな。あー、やばい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 っす。
ですけど大丈夫そうだな。青岸から行くか。青岸から行こう。あ、ちょっと待って、火の鳥間違ってあっち行っちゃったか。モンスタージジ3人で落とせるか。落とした、OK。 よーし、モンスタージジもやばいからな、結構な。え、あー、こういう感じ。ブルードッグ色変えりゃいいってもんじゃねえで。わっ、つえな、おい。ちょい。お前、つえな、なかなか、ちょっと。よーし。苦労する割には経験値もそんなあるわけじゃないんだが。ピーチボーイズ。二人ずつ振り分けても大丈夫か？無理か？コール！ずるくねえ、ちょっと。あー、やっぱ倒しきれないか。残すよね、残すよね。よし、うわー、あったダメか。ちょっと待てこれ厄介だな。しかも結構ダメージでかいしな。確実に使えない。ちょっと待って、こうか。おい、いいのこら、お前。ただ飯食ってんじゃねえぞ、お前。困ったな。ちょっと展開がやばい。鬼ちゃんやばいっすよ。ちょっと待って、お前防御しとけ。いや、どうしよう。オッケー。いや、つえーな。わあ、合ってろ、お前ら。それも揃ってただ飯ばっか食いやがって。本当によ。なかなか大変だな。回復アイテムもね、だいぶなくなってきたからな。46回復、まあ、とりあえずはって感じだけど、でも3桁キープしておきたいよね。やーべえ、持ち足りねえ。全然足りんわ。サルボスの分持たすときゃよかったか。白やばいな。もうこっからだから、逃げながら進むのもちょっと視野に入れつつって感じだよね。一気に五辺持ち持ってからだわ、これ。行くぞ。よし、こっちはもう長く持たねえぞ。言ってもまだまだこの作品序盤のダンジョンだと思うんだけど、そんな奥深くないとは。これは無理。これはもうコールの嵐の予感しかね、ちょっとねしないよね。いや、もう逃げよう。もういや、無理。4体とか無理。よし。もう逃げるとか、ね。ほんと、今日生きれば、それはもう、勝者よ、もう。それは。すでに。ブルドック、来たね。やべえな。戦うかな。どうするかな。いや、逃げるか。ただ、失敗したとき、逃げるを失敗したとき、これがやばい。よし。逃げる失敗したら、容赦なくさ、全、あの、敵が、容赦なく攻撃してくるからね。あー、全体攻撃、ブリザード。オッケー。ブリザードが来ましたよ、もう。私の財布の中はブリザードですよ、もう、これ。よーし。ちょっと待って、もう、後ろ二人がやばい。五兵持ち、一個ずつ使うか。39でございます。サルボス行くぜ。
いや無理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 、もう一人コール用、コール用で一枠空いてんじゃんこれ、もう完全に無理よ無理よ。あー来た、なんか開けたとこ来たぞ、開けたとこ開けた、うわーめっちゃ強えなおめえ本当にブルードッグよ。おえおい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 、ちょいちょいちょい、火の鳥やべえぞこれ。うわーマジかー、ちょっとちょっとちょっと、よーし耐えた、逃げろ、危なー、回復アイテムもうないからな。まあ、煙玉って確かあれだっけ、核で逃げられる的な感じだと思ったけど、違う違う違う、火の鳥ね、もうホスピだわ。なんかもうその辺にいそうな感じだからさ、桃太郎が。ちょっとここで引き返すとかはしたくないよね。よし、ちょっと待って、調理器パワー大丈夫かなこれ、調理器パワー、あー違う違う違う、なんか操作がおぼつかない。よし、いやでもやっぱホスピのさ回復量はいいっすよねこれ。 OK 最高、いるんだべいるんだべこれ、もういやもういい、逃げる逃げる、お前はもういい、いらないいらない、相手しない相手しない、無理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 、うわやお前こけんじゃねえよお前、もう完全にこけるってことは足腰が弱いってことで、いるねいるね、出たバンコな、なんだってこれ、なんかボスっぽいな、固定エンカウントなんじゃないのこれ、なんかそんな気がしない、今まで出てきてないもんな。ちょっと見萩と聞くかな、いや見萩との前にコーラブルかな、40調理器 OK、 とりあえず守備上げといて、これだけでもまたちょっと違ってくると思うんだけど、52、まあまあダメージ入るけどね、あやっぱなんか固定エンカウントくせえなこの HP の高さ、あそうでもないか、オッケーオッケー、まあ柔らかいは柔らかいって感じだけど、いや違うな、固定じゃないな、痛い痛い痛い、もう万歳して万歳して待ってるけども、万歳して、おいてめえこら行くぞ、ギギ鬼犬猿鳥みんなやっつける、うわマジかこれ、桃太郎、あー来た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 、はいはいはい、桃太郎ゾンビですよね、あのなんかこう両手を広げてさ、両手を広げてさあさあどうぞみたいな、なんかね行きましょうか、剣短いなお前、剣が短いね、とりあえずコラブル連打でいいんでねえすか、あと殴りでいいよね、ただコラブル使いすぎて調理器パワーがなくなっちゃうとちょっとまずいから、24、はい全然やれるやれる、これ通常攻撃のみだのみの話だったらね全然やれるわ、もう一回コーラブル行ってもいいんでねえの、これで勝ち確じゃない、もう一回コーラブル行ったら、よし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 、よりより硬くなったんでねえの、さあどうだ、オッケー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 、あとミハギトが効くかどうかってとこだけど、これで効かなかったら、あやっぱボス戦ダメなんかな、このデバフはどうなんだろうな、ってことはやっぱりあれだよね、デバフよりもバフをちょっとあれか重要視した方がいいのかな、そういう感じか、サルボスばっか狙ってねえかおい、あっとは2回攻撃してきたね、そういう仕様なんかな、おーたっ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 た、弱ってんのか弱ってんのか、なんかカラフルになったぞこれ、ね、電撃やばい、いやーなんかモード変わったなこれ、
いやー、ちょっと待って、魔法の対策は打ってないからな。ホスピ、まあちょっと地味にホスピで回復していくしかないな。よーし、サルボスもね、ちょっとあれだからさ、ダメージソースとしてはちょっとね、大事なところであるから。オッケー、ナイス。さあ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 、これで平和が戻ったんじゃないか。俺はキラウルフ、鬼ガランドに落ちたホワイトウルフを抹殺に来た。ほう、鬼ガランドに落ちたホワイトウルフを抹殺に来た。死んでもらう。ちょっと聞いてないようだよ、これ。また、もうワンバトルかい。もうワンバトルかい、守る。連戦かよ、聞いてねえよ。聞いてないよ、しびれ光線。うさー、うさー、そこ麻痺かい。そこ麻痺はやめてよ、もう。いや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 、じゃあもう殴るしかないわ。もう回復アイテムないし、もうこっちが倒れるか向こうが倒れるかの、もうあれだわ、勝負だわこれも。ゲー、弱ってるぞ弱ってるぞ弱ってるぞ。いやもうほぼ 100% じゃないか、もうシビレ光線。オッケー、結局最後はこの2人。よし、畜生、また会う時が貴様らの命日だ。キラーウルフは逃げた。オッケー。大体悪役ってそういうね、捨てゼリフ入ってくんだよな。鬼団たちは勝ったのだ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。さあ、さあさあさあ。わしはアース。よくぞ鬼ガランドを守った。白、いや、ホワイトウルフ。この騒ぎはお前と深い関わりがある。ああ、やっぱ白っぽいな、ホワイトウルフっていう種族なんだね。なるほど。奴らが地上世界で進めている恐ろしい企みを防ぐのがお前の使命。ほう、何かがあるわけですね、地上でね。地上にはお前の本当の主人がおる。この鬼の涙を持って行け。鬼の涙。さあ、火の鳥が我らを地上に運んでくれる。おー、あー、なるほど、ここで別れか、みんなと。おー、別れの一言もなくね、一言二言もなく白がね、運ばれていっちゃった。あ、鬼子ちゃんだったのかな、今のなんかお見送りしたのは。鬼子ちゃんと猿とね。いやー、これはなかなかいいです。あー、もうみんな、みんなもうね、見守ってくれています。さあ、行きましょう、十兵衛のもとに。ようやくこれで本編に帰るんじゃない。ここで待つのだ、ホワイトウルフ。いずれ本当の主人に会える。まあ、なるほどね。大きな一本杉のもとで、犬がね、ご主人を待つということですね。さらばじゃ。なるほど。十分はとりあえずここ向かっていけばいいのかな。定めの糸に導かれ、ホワイトウルフは地上に現れた。はい。逃げたキラーウルフとは何者か。キラーウルフがホワイトウルフだから、シロを抹殺に来たってことか。なんか都合悪いんでしょうね、地上に来られるとね。うん、城が地上に来られると何か都合が悪いのか。さて、十兵衛パートに戻ってきましたが、レベルが7。はい、頼むぞ十兵衛。オッケー。確かここでそのあれだよね、なんかアイテム使って、予言の玉だったっけ、なんだったっけ、アイテム使ってその白パートになったっていう感じなんだけど、さてこっからどうしましょうかだよね。ちょっとうーんって感じだけど、よし、まあ一旦ここで区切りましょう。ちょうどいいとこだね、尺としては。はい、 OK、 よーし、あと76。はい、 OK、 よーし、じゃあはい、次またね、頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。